こんにちは、眠りさくらです。今日はですね、何をやっていいかと言いますと、ちょっとテンション低めでお届けしたいと思います。ただいま絶賛うつ症状が出ておりまして、少し良くなった段階で撮影をしているんですけど、まあまだ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 って感じ。ちょっとまだ体のだるさが抜けないという状況でお届けしております。この動画がいつ上がるかすらちょっとまだ分かんない状況なんですけど、とりあえずカメラを回してみました。まあ今回ね、ちょっといろいろあってこうなってしまったんですけど、それをちょっとお話しできたらなと思います。ということで早速やっていきましょう。それでは早速スタートということで早速やっていきたいと思います。経緯をお話しすると、この今ね、この動画撮影しているのが4月12日の月曜日なんですけど、まあそのうつ症状が始まったのが土曜日、4月10日の午後ですね。4月10日の午後に事件が発生しました。メインチャンネルが開かないと。メインチャンネルが開かない事件が勃発しまして、私のメンタルが崩壊しました。メインチャンネルが開かないってやばいじゃないですか。もうね、この世の終わりを感じました。私、4年前から YouTube をやって、そして全てを YouTube にかけて、私はね、それで生きて、来れた感じなので、 YouTube がね、私を支えてくれてたんですね。皆さんが私眠りさくらを支えてくれて、支えてくださって、私がキープされていたんですね。それが崩壊しかけるっていう状態になったわけですよ。そう、これはもう大パニックでございます。4月10日土曜日の午後からちょっと久々にパニック発作的な感じになりましたね、軽く。まずパニック発作的な状態から入って、そのもうどうしようもなくて、ギャン泣きからの、ちょっと呼吸早くなってみたいな。あ、やばい、これ過呼吸来るんじゃないか、ぐらいのレベルで、もう大号泣でですね。で、私も機械音痴なもので、ちょうど旦那さんがお休みだったので、で、旦那さんはもともと SE、システムエンジニアのお仕事をしていたので、パソコンにとても詳しいんですね。それで、ちょっと、やばいと。やばいんだっていうふうに言って、いろいろいじくってもらって、やってもらったんですよ。そう。で、私ももう、その時点で精神状態がおかしくなってしまって、わーってなっちゃって、それでもう、やばい、この世が終わると。この世が終わってしまうぞっていうね、レベルで、こう落ち込みまして、土曜日の午後から、午後の2時、3時ぐらいから、もう、情緒がもうおかしくなりまして、で、もう、私なんて、バカ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 、みたいな感じで、私なんてもうダメだ、ダメな人間だ、みたいな感じで、もうめちゃめちゃネガティブモード入りまして、ギャン泣きで、久々にもうね、なんか自分を傷つけないと耐えられないレベル。もともと私2年前ぐらいにうつ病を患ってですね、回復はしたんですけど、ちょっとまあ波があって、たびたびうつ症状が出るんですよ。で、うつ症状っていうのは、まあネガティブモードに入るっていうのと、あとだるくなる、体がだるくなるっていう症状があるんですけど、だんだんその体のだるさが出てきまして、土曜日夕方ぐらいからもう体がだるすぎてもう動けないっていう状態になりました。そしてまあ土曜日はネガティブモードも追加されているのでそう、ネガティブモードと体のだるさみたいな、このダブルパンチに来ておりまして、そう、土曜日はかなりこんな感じじゃない、
もう喋れない、スマホいじれない、座ってられないみたいな感じの状況だったんですね。なんかついてる感じの状況でした。そこから、まあ、日曜日になって、ネガティブモードが解除されました。ネガティブモード解除されて体のだるさだけが残った感じなんですけど、まあ、スマホをいじれるっていう段階まで回復しまして、で旦那さんとちょっと話せるっていう感じ、まあ、徐々に、まあ、なんか喋るのもきつい状況だったんですけど、そうだんだんと喋る気力とスマホをいじる気力が戻ってきて、昨日はなので YouTube の動画を見て過ごしました。横になってずっと。でまだなんかうつがひどい時って、こういう太陽の光とかその音とかがもうすごい辛くて、なのでカーテンも閉め切ってスマホでワンちゃんの動画を音なしで見ていました。もうすごいね、音と光がもう辛い、しんどいっていう感じと、あと体のだるさがひたすらにひどかったんですね。それが昨日で、今日4月12日の月曜日なんですけど、今日はまだ体のだるさはあるんですが、少し動けるようになりましたので、家事、まあ、お皿洗いとちょっと掃除機をかけましたっていう感じ。この4月の10日10日11っていうのはもう全く私機能しておりませんでしたので、旦那さんが本当に旦那さん様様なんですけど、もうね動けないということは家事が全くできないという形なので、もう家はとっちらかる、もう部屋はとっちらかっていてみたいな感じになっちゃうんですね。旦那さんのおかげで、旦那さんがゴミ出しをしてくれたりとか洗濯物を干してくれたりとかしてくれたおかげで、まあ、なんとかキープ、そこまでとっちらかずに、はい、3日間はい過ごすことができましたっていう経緯があります。本当にやばい、本当にやばくて、今回のうつ症状、ここまで落ちることはまずあまりないですね。そのネガティブモードが結構長かった、今回っていうのがあります。もう本当にもう自分なんて生きている価値がないんじゃないかみたいな、もう消えてしまいたいっていう症状が本当にひどくて、本来だったら考えないですよ。本来絶対考えないし、めっちゃやりたいことあるしっていう感じなんだけど、うつ症状、うつモード入るともうこうなってしまって、わーってなるんですね。いや恐ろしいなと思って、まあその状態を撮影することができたらとてもリアルに伝えられると思ったんですけど、やっぱ難しい。もう全く喋れないし、髪の毛もこんな整ってないし、まあ、ボッサボサのボロボロみたいな感じなので、ちょっと撮影できなかったんですけど、本当にお風呂入るのもしんどい、座ってるのもしんどいっていう、うつ病って心の病気って思われてるんですけど、すんごい体に症状が出ます。だからなんかちょっとでもそのうつ病の方々が生きやすいように発信していきたいなと思ってリアルをお伝えしたかったんですが、まあやっと2日経って動画回せるようになったっていう感じでございます。はい、私やっとここまで回復しました。本当にまずかった。 YouTube のチャンネルが開かない問題は、今日の夕方旦那さんがお仕事から帰ってきたらちょっと回復するかもしれないっていう感じなので、まあこの動画が上がっていれば回復したということなんですけど、チャンネル登録者数がやっと5万人いって、そのチャンネルが飛びそうっていうね、そういう状況になって、私本当YouTube がないと生きていけないんだなと今回ね改めて思いました。いや本当にしんどくて、今だいぶ落ち着いたんですけど、昨日までは本当にもうカメラ回す余裕がありませんでした。
皆さんとその YouTube を始めたから出会うことができて、そして皆さんが支えてくれて今の私があるので、ここが途絶えるかもしれないっていうね、この状況は本当にメンタル的にやられましたねっていう感じで、とりあえずちょっと記録を残しておこうと思ってカメラを回したという感じでございます。まあ、まだ今完全な状態ではないので、またちょっといろいろと問題が解決したら、また新たにね動画を出していけたらなと思ってます。まあこの動画が上がる頃には回復してる段階かもしれないので、そしたらまた編集を再開して、はい、上げていきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。はい、うつ日記でした。バイバーイ。